チャレンジでもあったんですよね。いわゆる自分の中でこう履いてきたとか、それが好きだったとか、それは自分が欲しいとかで、そういうことでやってきたものとはまた違う形そうですね。ではい。始まった取り組みだったので、ブランドとブランドがこうコラボレーションするって結構簡単なようで難しそういでじゃすないね。ですはい。か。もともとお互いが持ってるブランディングを生かすような形でデザインをするっていうのはすごい難しいチャレンジだなって思ったんですよね、取り組み始めは。お互いのブランディングをこう生かしたっていうことが最終的にゴールで一番いい結果になればいいなと思っているんですけど、切り返しが多い品番の992っていうこともあって、やっぱなんかこう出来上がりのイメージがつかなかったんですよね。出来上がってきてからのこの風格が、品もそうだし質がすごい上質だなっていうのを感じたんですよね。